はい、ひとつきまんさしみずです。中国がですね、差別的入国措置に対抗措置を取る、日韓からの中国渡航ビザを停止するぞというふうにですね、こっちも停止したらボケーみたいな感じでですね、なんかやってるんですよね、これで。それに対してですね、松野官房長官がですね、中国のビザ発給停止極めて遺憾であるというふうにこう言ってですね、まあ、その名を口にしてはならないウイルスがですね、向こうで一気に爆発的に広がっているので、まあこれ日本と韓国だけじゃなくてアメリカとかいろんな海外の国々も含めてですね、永遠ガチョ入ってくんなっていうふうにこう言ってるわけですよね。で、そういうことを言ってるんで、じゃあこっちだってやってやるよこの野郎っていうふうに言ってですね、現在こちらでもう大変なことになっております。で、なんでこんなねことが起きるんだし、そしてこれは何に波及していくのか、安富さんとちょっと短めですけど語っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。いやー、なんていうか、まずすごい盛り上がってるんですよ、安富さん、このニュースって。何が盛り上がってるの？なんかね、まず中国側ではね、日本にしてやったりギャハハハハという声が結構多いんです。で、日本側からすると、うっせえ中国、薬の買い占めとかしてくんじゃねえよ、ブラガーみたいな感じで、そういう盛り上がり方するっていう、なんかちょっとですね、そこか君らっていう、なんか、そういう感じになってますね。もうちょっとあかんよね。で、あかんね。突然の混乱、空港とかで足止め食らった人たちもいてですね、もうどうしたらええのっていう、もうごたごたしております。はい、まあちょっと何考えてんのか、さすが中国平常営業になって安心しました感じもあった感もあるんですけどそうなんねもう訳分かんない、何とんちんかなことしてんの、っていうことしかしない、という平常状態に戻ってきましたね。まあ確かに。まあでも。で、なんかだから中国ちゃんとやってたじゃないですか、コロナ対策。ああ、行っちゃった。やってたよ、はい、やってたよね、でちゃんとやってたけどさ、それちゃんとやろうとするとやりすぎになるよね、まあ、いつものことなんですけど、それでそのやりすぎがもうめちゃくちゃなやりすぎになっててさ、でとんでもないことが一方起きてましたけど、でも方向としてはちゃんとやってたわけです、そうね、だからね、中国ちゃんとしてんのかなっていう。確かに私も中国って感染対策においては結構まともに頑張ってるじゃんって、もしかしてなんか文化大革命とか天安門事件とかあったけどいろいろやってて、やっぱり資本主義に揉まれていく中で中国ってまともな国になったのかしらって 2% ぐらい思ってましたよ。そう2% だけで、きれいさっぱり消え去ってちょっとすっきりしましたね。なんかやっぱりこういう国ですよねっていうこと。やっぱりそうか、たまたまねみたいな、たまたまだったろうねっていう、まあ、理由はあるけどね、まあ前にも言いましたけど、その、SARS の方ね、SARS ね、SARS、新型肺炎の時に、マジやばかったんですよ、本当。あのあとだから、そういうその一般的な感染症対策っていうのをきちんとやらないと、もう政府吹っ飛ぶっていう恐怖感があって、そのためにかなりのエネルギーを投入してたわけです。それがあったからこそですね、最初の2年間。抑え込むことができたわけですけど、でももうそれでも抑えられなくなっちゃったんだよね、僕も想像絶しますもん。そうね、今の状況は、コロッケ定食ちゃんのあのバリエーションのスピード、コロッケ定食
なんかが、なんかデルタとか、なんとかかんとかとか、最近はなんか XO じゃんつけたら美味しいみたいな感じの、まあ、そう。で、XBB つけようみたいしかもさ、だからさ、その取り付きやすさっていうのがタンパク質の形で決まったりしてるらしいんですけどさ、な。うん。そんな方法あったんっていうぐああ、らい。なあ、それ以上は言ってはいけませんよ。富さん、いいですか？それ以上は、ビッグブラザーがあなたを見ています。ビッグブラザー is watching you。偉大なる兄弟はあなたを見ています。その おか偉大なしるいよ兄ね。弟をちゃんと感じておりますか？感じておりますか？感じてますか？はい。感じてる。厚生労働省万歳と唱えてください。厚生労働省万歳と。厚生労働省万歳。はい、厚生労働省万歳でござ論います。理的、はい。論理観を尊敬しています。おお、私まあ、たとにちかくはそのさ。厚生労働省の医系技官の人々を尊敬しております。でもさ、だってさ、物理的にそんなことできんのっていうぐらいさ。こらこら、ダメなんだよ。もうその作用機序とかそういうところ余計危険です。ビッグブラザーが関心を飛持っびてる。散るでしょ。ビッグブラザーが関心持ってるっつってるでしょ。何なんだよ、ビッグブラザーっていや、うそれ人別に向さ、けやっにでてすない。ね、世の中の真実1週間休みの裏が休み合いバージョン、1月15日振り込み分まで1万1000円ですが、それ以降は1万5000円となります。4569556、買ってね、というところで。そこら辺ちょっと。早くちょっともう、ビビるありえへんぐらいのところまで来てるじゃないですか、レベルとして。ああ、もうビビるありえへんぐらいでね。だから、中国が感染対策を緩めたから広がったんじゃなくて、中国がもう赤終わって負けたもう、から、あかんわってなって、だそこから、で一気にですもうね、緩めたことにしたんですよ。緩めたとかじゃない、なかったことになってまあ、そうね。そうね。それはおかしいやろ、本当に。これはだからね、例の中国モードなんですよ。つまり指導者のやってる、で指導者というのは結果を出さないとダメなんです、絶対に。で、結果が出せない指導者はもう失脚するんですよね。だから結果が出せないってことを認めたら終わりなんです。だから結果は出たことにならないといけないから、現段階ではですね、勝利宣言をする以外ないので、実際勝利宣言してましたよね。してたな。じゃあ、それおかしいやろっていで、あとはだから勝利宣言した以上は、う。もう終わったから、なんでお前らそんな妨害すんねんって。検査なんかすんなよ、ボケ。そって仕返ししたるわっていう話になるわけです。なるほど。ガッツあるな、あいつら。ようわからんガッツやけど。わけわからへんねんけど。まあ、ちゅうわけで、これはでも、とんちんかんにも程がありますね。ちなみに、中国人の爆買い、解熱剤とか風邪薬、あれはですね、いや、ちょっとそんなんしたら薬なくなってまうからということで、厚生労働省がですね、個数制限を出したということで、まあ、そりゃそうなるわなっていう。なるわな、そら。ちょっとわけわかんない。しかいろいし、ろわからないですね。まあ、やっぱ景気が怖いよね、この中国のその疫病と、この不況が一体どういうふうになっていくのかっていうのはね。そうね。みんな景気が良くなるって期待してますよね。なんでそんな期待をしてたのか、私には全くわからないんですけど、なぜか中国がわですからへんね、けど。ゼロコロッケ定食をやめるとですね、景気が良くなるんだと。お前たちがゼロコロッケ定食をしているから、に世界経済の足を引っ張ってるんだっていうふうに、そう言ってたよ。言ってたよね。もうこれは日あれ本、アどメリカ、ヨーロッパ、すべてが口をう？揃えてそう言ってた。って意味分かんなかったんだけど、いまだになんか株が上がったりしてるじゃないですか。中国株が。やっぱ景気回復期待らしいんだけど、ほんまにすんのかな？そんな。だって、すごい数のコロッケ定食を食いすぎ、ロング症状ってやつが出てくるわけですよね。皆様、コロッケ定食の真の名を知りたい光の戦士たちは4569556に1万1000を振り込みましょ多分イギリスって5000万人でさ、ああ、もうダメダメ200ダメ万、ダメ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 
ダメ。ダメ。もうダメ。ダメ。もうでも今日だいぶ危険な。人口かけると。はい。はい。ビッグブラザーイズウォッチングユー。厚生労働省万歳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 。感染対策は厚生労働省の話をちゃんと聞こう。日本政府は賢いぞ。厚生労働省。厚生労働省万歳。ということは。はい。こんなこと言って厚生労働省を信じて感染対策をするんだと言ってください。いやもう厚生労働省を信じて日々感染対策に励んでますよ。いやもう本当に信じてますよね。なんせ安富さんがお勤めの東京大学からご卒業された素晴らしい学生たちがですね、国家官僚となってもう日夜利権のため、間違えた、国民のためにですね頑張ってるわけですよね。そういうところを信じていきましょうよ。ちなみに、ただ、世界全体の経済成長率を下方修正という、世界銀行の見通しは暗いですよ。世界銀行は。だろうな、そら。普通考えてそうやな。なんかもう、中国に関しては、とりあえず今日皆さんに伝えたいことは、あ、中国、安定の中国だったんですねっていうことが、まあ、よう分かったっていう。なんか、ちょっとね、感染対策見ておしるとね、ああ、やっぱりこれ、ちょっと中国、4000年の歴史っていうぐらいあるから、なんだかんだ、こういうとこ強いのねって、ちょっとね、思ってたけど、2% ぐらい。やっぱ、やっぱ中国かっていう感じ。ええ加減にせなあかんね。本当にね、もうでもまあ、ただ一応ですね、習近平さんのですねフォローをしておくとですね、世界がすべて中国と同じ感染対策を取っていれば、これも1年ぐらいで抑え込めたと思いますよ。いやほんまね。ね、で、本当にそのそれが中国だけが頑張って抑えてるところで、周りがどんどんね、感染を広げていって、うん、おい、中国入れろ、入れろ、入れろ、とかっていうふうに言ってたらさ、そりゃちょっと俺、習近平の気持ちになったらですね、ちょっと中国以外核ミサイルどうかなっていう気持ちに、俺、なってたんじゃないかなって思うよ。なる。まあ、ちゅうわけで、今日ね、コロッケ定食、コロッケ定食でなんでこんなことを言ってるのかというとですね、これはちょっとビッグブラザーイズウォッチングユーの精神でやっているので、これがここでは言えないんですよね。ビッグブラザーの見えないところで、私たちが特別動画講義というのを作りましたので、こちらを皆さんにお送りすることができます。ただし、その真実の光に触れられるのは1万1000を振り込んだ人たちだけなんですよね。ただし、それも1月15日以降はですね、1万5000になりますので、三菱 UFJ 銀行 AF 商店456955564569556、こちらにですね、チャンネル消滅の危機が一体何があったのかというところも含めて、お早めに買っていただけると幸いです。それでは。